縁側男子と獣タン。縁側男子と獣タン。イケボだな。こんちゃすくです。縁側男子と獣タンっていうゲームをやります。なんかね、アイコンがイケメンだったんだけど、内容全然わかんないっす。縁側に行くってこれ、このイケメンの隣に座れってことかな。ちょっと行ってみよう。眩しい。これは私の記憶。うん。私と、これ私って女性なのかな?陽太郎とトラ。トラ三人で過ごした日々の追走なんとか。なんて読むのこれ。読めない。なんて読むんだろう。追走なんとか。日記に名前を書いておこう。私の名前は。10文字まで。ああ、そうだな。多分これ女の子だから、スクコだな。スクコ。これだな。スクコ。私はスクコよ。名前は途中変更できません。オッケー?いいわよ。つくこと。私が坂本に来たのは今から約2年前。大正という元号にようやく慣れ始めた頃。すげえ昔じゃん。大正?え?明治大正昭和だっけ?まあ、とにかくすげえ前だな。原因不明の病の療養のため、村長の紹介で陽太郎の家に世話になることになった。お。え、スクコは病気なの?わお、イケメン。触れるってあるけど。なんかいきなり触れるって書いてあるけど。え、イケメンを触るのよ。春の朝8時。お、触れる。え、どういうこと?どういうこと?触ったけど。画面を触ったけど。おはようございます。あ、はい、おはよう。あ、違った。おはよう、陽太郎。スクコよ。昨夜はよく眠れました。眠れたわよ。彼は陽太郎。畑を耕す傍ら、村人の健康のために自家製の野菜スープを作って配達している。お。今朝は顔色がいいですね。朝ごはん、できてますよ。ありがとう、陽太郎。つく子よ。塩おにぎり。飾り気のないおにぎり、ちょうどいい塩加減。あ、はい。どうも。トラは、また寝坊か。先に二人で食べちゃいましょう。トラは何なん?ヨタロの弟?それじゃ、いただきます。もうすげえ、動き滑らか。すごい。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。俺はこれから畑に行きますけど、あなたはどうしますか?え、俺も畑見てみたい。家事を手伝う、畑を手伝う、何もしたくないってあるんだ。何もしないのはさすがにな。ずっとぼーっとしている画面を眺めててもしょうがないし。家事を手伝うもあるのか。でもまずは畑を手伝いたいな。いくら体調が良くても、長時間外にいるのは辛いと思いますよ。ああ、そうか。優しいな、陽太郎。じゃあ、家事を手伝いたいんだけど。配達用のスープの仕込みを手伝ってもらえませんか?結局家の仕事させられんのかい。材料とレシピは台所にあります。あ、はい、わかりました。俺は畑にいるんで、何かあったら言ってくださいね。わかった、すぐ呼ぶよ。くれぐれも一人で出かけないように。道端で倒れたら大変ですから。そうだね、そんなに弱ってんだ。それじゃ、俺は畑に行きますね。あ、はい、行ってらっしゃい。つくこ、台所に行こう。外に出て勝手口から行く方が近いかも。まあ外に出るしかボタンがないんで、外に出ましょう。ほほほ、マップはえらい簡素だな。力入れてるのは陽太郎だけか、これもしかして。スクコ、台所の場所は、あ、離れてるんだ、これ縁側から。ここだね。スクコ、レシピはどこだろう。いや、思いっきりあるやん、ここに。巻物かもしんない。ああ、普通にこれ全部か。レシピ、根菜スープ、スープ。大正時代だからこんな風に書いてあるのかな。根菜スープ、一時的に攻撃力を強化する。ちょっと待って。ちょっと待って。このゲーム戦うのは何と戦うの?わかんないけど、レシピ決定でいいんじゃない?これでいいんじゃない?完成まで最短30分だって。へえ、材料根菜と、オンって何?オンって何?温野菜?材料の選び方。あ、温野菜で合ってた。多分。
キラキラが良い。オン。オンと、根野菜ってジャガイモでいいのかな？もっと入れろってこと？あ、この色はいいんでしょう？ 4 時間もかかんの？マジで言うてる？じゃあちょっとこれ1個減らして、5時間半。5時間で完成。時間かかりすぎだろ。もう朝の8時だよ。9、10、11、12。昼の1時に、やっと根菜スープ？どえらい。どえらいごちそうだな。まあ、これでいいん、あー、でも待って、これよく見たら足りないじゃん、この野菜が。こういく？だってこれ全部いったらさ、6時間半だよ。6時間半って何？ 2 時半とか？さすがにダメでしょ。ちょ待って。5時間半で完成。これでいいんじゃない？とりあえずは。よし、じゃあ、行きます。1時半に完成予定。調理開始。これもしかして夕飯だったのかな？できた。根菜を使った体を温める飲み物。了解。うまそうな匂い。さては、トラだな。ゲッ。この匂いは、スープ。人間じゃなかった。陽太郎、我にも一口。私は陽太郎じゃないわよ。なんだお前か。相変わらず臭いな。何？お前、イケメンには優しいけど、スクコには冷たいな。私が美人だからって。この失礼な豆たぬきは、トラ。なんで豆たぬきなのにトラっていう名前なんだろうね。ああ、体の模様がトラっぽいからか。倒れているところを陽太郎に助けられ、以来この家に住み着いているらしい。は。不思議なことに言葉を話す。陽太郎は賢いタヌキと言っていたけど。しかもスープはニラ入り。我、ニラ嫌い。うるせえ、じゃあお前は食うな。ニラとお前で臭さ100倍だな。もはやどちらか区別がつかん。めちゃくちゃ悪いね。他に食い物もないし。陽太郎に朝飯を作ってもらうか。陽太郎は畑仕事で忙しいんだよ。家事は私が受け持ったからね。私の料理が気に入らないんだったら食べなくていいよ。じゃあな、ニラ。ついてくるなよ。なんだと？ニラ？ニラっていうあだ名になった。あ、じゃあ苗字にしよう。ニラスクコにしよう。変な名前になっちゃった。散々失礼なことを言ってしまった。もう材料がない。畑に取りに行こう。畑には陽太郎がいるはず。でも勝手に外を出歩くなって言われてたけど、まあいいから、行くか。おう、陽太郎のクオリティがすごい。お疲れ様です。材料なくなりました。そうね、一個ずつ残ってるけど、まあもう作れないかな、少なすぎて。スープの材料より我の朝飯だ。腹減ったー。うるせえ、おめえはそこら辺の雑草でも食ってろ。もうすぐおやつの時間だぞ。ちゃんと朝に起きなさい。すげえ、陽太郎のクオリティすげえ。口の動きとかもすげえ。おやつの時間なら我甘いケーキが食べたい。ほう、大正時代にはもうあるんだね。甘いものばかり食べると太るぞ。ちゃんとご飯を食べなさい。わ、耳が痛いわ。俺今ダイエット中なんだ。さっき豆腐食ったわ。豆腐に醤油かけて食ったわ。味気なかった。待たせてすみません。なんかめっちゃ気使われてるな、私、スクコさん。めっちゃ敬語だし、預かり物って感じなのかな。スープの材料は納屋にあるんで、持って行っていいですよ。はーい。ニラ、体を温める効果がある葉野菜。独特な匂いと辛さが特徴的。うん。じゃがいも、ふかすと美味しい黄色の根菜、ふかふかの土で育てよう。ニラとジャガイモを育ててんの？陽太郎が。またニラ？他にないのか？まあね、それは俺も言いたかったけど。あえて言わなかったわ。失礼かなと思って。しょうがないだろう。去年から畑の獣被害が多くて。何？じゃあそれと戦うのか？攻撃力がどうのこうのって。なんだなんだ？うわ、めまいか？外に出すぎて体調が悪くなった？さあ。そうよ、私はスクコよ。大丈夫ですか？ちょっと調子が悪いみたい。顔色が悪い。布団敷きますから、部屋で休んでください。
すまないね、陽太郎。心配をかけちゃって。やめておけ、陽太郎。部屋がニラ臭くなるぞ。うるせえ。おめえはニラ絶対食うなよ。一生食うなよ。むしろ、日の光を浴びておけ。こいつの病は、普通の病ではないからな。お、なんか知ってんのか？私の病について。普通の病ではない？トラ、何か知ってるのか？おう。鋭いな、陽太郎。知ってるも何も、匂いでわかるではないか。何？なんか魔物系の病気なのか？呪いとかなんか。匂いなんて、全然しないけど。うん。獣の匂いがわからんとは、人というものは難儀な生き物だな。やっぱそうなのか。取り付いてるみたいな感じなのかな。まあいい。ニラはともかく、陽太郎には助けてもらった恩がある。こいつ普通に私のことをニラって呼ぶようになったな。ニラの病の原因について、ニラニラうるせえ、キャラメル一つで教えてやろう。おお、キャラメルうまいよね。でも今ダイエット中だから絶対食べないけど。キャラメル一つでいいんだ。でもこの時代のキャラメルって希少なんじゃないの？知らんけど。ありがとう、ちょろい。ちょろい。なんか言ったか。大正時代にちょろいっていう言葉あんのか？夜になったら縁側に来い。それまでは畑仕事でもしていろ。よし、じゃあ外でいっぱいバリバリ働こうぜ。具合が悪いのに大丈夫かな？大丈夫だろう。病は気からと言うだろう。日の光を浴びて陽の気を高めろ。陽の気？はい。陽の気を高める？よくわからないけど。陽の気を高めたら陽気になっちゃうね。陽キャになっちゃうね。じゃあもうテンション上げ上げでいこうぜ。外にいる方が体にいいってことだよな。それじゃあ、そうだな。うわぁ、なんかこの流れだと畑の仕事一気に任されそうな気がする。簡単な手伝いをお願いします。辛くなったら休憩してくださいね。あ、はい。あ、はい。嫌な予感しかしない。アイテムを入手した。じゃがいも、ニラ。あー、これでスープ6時間分のやつだね。はい。野菜の育て方。野菜を依頼して陽太郎に育ててもらおう。畑を手伝うと早く収穫できる。野菜の出来栄えは陽太郎の腕前次第。料理の作り方。これはさっきやったよね。出来のいい野菜を使えば短時間で調理できるんだって。野菜に星の数がついてんだ。縁側で休憩。陽太郎の休憩は12時と17時。みんなでお昼やおやつを食べれば、トラの体力がその日1日増える。は。12時と17時は欠かしちゃいけないってことか？まあ、野菜を依頼したらいいのかな？で、まあ、じゃがいもを植えてもらう。はい。収穫できるまで待っててくださいね。いや、手伝うよ。畑を手伝うとその分早く野菜を収穫できます。よし、手伝い開始。ありがとうございます。それじゃあ、芋の芽を取ってもらえますか？あ、はい。もうできてるんかい？まためまいがしたら、すぐに休憩してくださいね。はい。あ、もう夜になっちゃった。お疲れ様でした。手伝ってくれて、ありがとうございます。ちょっと待って。夕方17時の休憩すっ飛ばした、もしかして。あらら。お待たせ。収穫できましたよって早くね。うわ、10個も。やったぜ。陽太郎の栽培の腕前が上がった。じゃがいも、育成速度上昇2。おー。よし。もっと頑張ろう。はい。今日はここまでにしましょうか。そうっすね。すご、動きすご。お疲れ様です。そうよ、私はすくこよ。今日はいろいろ手伝ってくれてありがとうございました。いいのよ。やはり我の鼻に狂いはないな。匂いが濃くなっている。夜になって姿を現したか。何？やっぱなんか乗っ取られてるっていうか、たたられてるっていうか、なんか体についてんのか。トラ、病の原因って一体何なんだ？何なんだ？単刀直入に言うぞ。ニラ、お前は。はい。疲れているのだ。やっぱ
ぱりな。陽太郎が勘違いしそうな言い方してるね。疲れている、疲れていない。ああ、スク子が勘違いしちゃってんのか。どうしよう、じゃあ疲れていないでいいか。どほう、その疲れているじゃない。わかってたけどね、選択肢がそれしかないんですよ。はい。獣に疲れている。お前は獣付きだ。なるほど。獣付き。お、陽太郎なんか知ってんのか。獣付きって獣ってどっちも似たようなもんだろ。獣付きってでいいわ。獣に取り憑かれた人をそう呼びます。ん、獣付きに薬は効かず、昔から不治の病と言われています。いやでもなん、まあ、追い払えばいいんじゃん。どうにかして。どうすればいいのか知らんけど。獣ってどっちも効くんかい。昔からこの辺りに住んでいる妖怪みたいなものです。その姿形からこの辺りでは獣と呼ばれています。お、まんまっすね。人についたり畑を食い荒らしたり、村の方でも被害がたくさん出ているんです。畑のもん食うんだ。人の力で獣を退治することはできません。どうすんのじゃ。人は弱いからな。そうだな。だが病を治す方法はあるぞ。なんだよ。本当か。本当か。獣が消えれば病も治る。だからどうやって消すんだよ。ついている獣を探して食ってしまえばいいのだ。あ、食えんの。獣は食べられないだろう。人はな、我は違う。じゃあお前の夕飯それな。我はトラ、最強の獣だ。獣？タヌキでは？タヌキじゃない。なんだと？タヌキに失礼だろうが。タヌキの方が可愛いわ。陽太郎がお前を怖がらせたくないと言うから、今まで姿を偽ってやっていたのだ。あ、そうなんだ。仮の姿なのね、それ。黙っていてすみません。言ったら怖がらせると思って。まったく、陽太郎はニラに甘いな。どうも。安心しろ。我は人は食わん。お。人の木より、人の作る飯の方がうまいからな。ほう。それに力をつけるなら、同じ気を持つ獣を食う方がいい。ほう。腹も減ったし、今から行くか。お、私についてる獣を食べてくれんのかい。行くってどこへ。森へ。森。森からニラと同じ匂いがする。ついた獣が近くにいるのだろう。あ、体の中に住み着いてるとかそういうんじゃないんだ。近くからこう、まあ、たたってるというか、呪ってるというか、変な風に繋がっちゃってんだね。飯のついでだ。お前についた獣を食ってやる。やったぜ。準備ができたら、行くぞ。いいよ、もう、準備は。獣探しだ。あ、もういいよ。行こうぜ。一項目、獣探し。獣を三体倒せ。大獣を倒せ。オッケー？わかった。中心っていきなり出てきてるけど、寝るわけにはいかないっしょ。獣、おう、なんだ？陽太郎がくつろぎ出したぞ。獣探し行くぞ。あれ消えちったボタンが。行くぞ、獣探し。なんで急に喋ってくんねえんだよ。暗いから足元気をつけてくださいね。はーい。森の炎が見えるか？リュックでか？あれは獣の木だ。あ。グーとパーってあるけど、で今陽太郎がパーだから、だからグーの敵のとこに行けばいいのかな。気が大きいものほど強い。不用意に近づくなよ。そういうことでしょ。さて、どれから食うか。ニラ、お前が選べ。んだからパーだから。決めたら我に指し示すがいい。前菜は軽めがいいな。あ、はい。だからこれ、これだ。グーチョキパーでしょ。オッケーオッケーオッケー。だからこれ。あら、かわいい。リスの妖怪ね。トラこんなんなん、めっちゃ強そうじゃない。イエーイ、勝った。スク子、トラの姿が変化した？見たか、我が真の姿を。かっこいいだろう。そうだね。なんか夏目友人帳を思い出したわ、アニメの。我らは食うことで強くなる。人の飯も糧になるぞ。へー。
トラは獣を食べると食べた獣の毛の色に変化する。あーなるほど。で今グーだから、まあ、チョキの敵を倒せばいいじゃん。なんだこれ、イタチっぽいやつ。かまいたちか。なるほど。イエーイ。でチョキになって、ダメだ。何が？森中獣臭くてニラの匂いの元がわからん。全部片っ端から倒していけばいいんだよ。すべて片付けるぞ。あ、はい。さすれば居所がわかるはずだ。あ、はい。で今はチョキなんでパーの敵を倒すと、リスちゃんを倒すと、オッケー、勝利。で大獣出現。大獣、こいつが人につく獣だ。おい、こいつが私を呪ってるんだね。で今パーとパーだよ。パーとパーだけどどうすんの、いいの？パーとパーだけど、あーまあ普通に互角にやり合う感じか。でこっちの方が攻撃力が高いから倒したと。オッケー、やったぜ、勝利。イエーイ。こいつはニラについた獣じゃないな。なんだと？早く本命倒してくれよ。まあいい。いいのかよ。腹も満たされたし、今夜は帰るとしよう。あ、はーい。締めってなってたよ。イエーイ。よー。オッケー。お、陽太郎とデートの時間だ。なあ、食った食った。大丈夫ですか？顔色が悪い。私は大丈夫よ。あ、めまいが。マジか。と、あ、危なかった。近っ。大丈夫ですか？大丈夫よ。気を奪われているのだ。だからめまいを起こす。陽太郎、近くで見ると目元にほくろがあるのね。知らなかったわ。人につくほどの力を持つのは大獣という年季の入った獣だけ。うん。この世に長くある分知恵も回る。生かさず殺さず気を食い続けるつもりだろう。なんだと、めんどくせえやつだぜ。いやらしい食い方だ、我は好かん。うん。その大獣はまだ近くにいるのか？どうだ？いるな。森の奥からかすかに匂いがする。奥かよ、じゃあちょっと遠いじゃん。このままじゃいずれ父さんや母さんみたいに。何？陽太郎もそんな悲しい過去を？トラ、明日も一緒に大獣を探してくれないか？そうだそうだ。断る。何？今夜は腹が減っていたからついでに探してやったまで。もうお前飯禁止な。食ってもいいけど、これから私がもう炊事全部任されるから、全部の料理にニラを入れる。大地、我はニラが嫌いだ。病だなんだと甘やかされて。我の力が欲しければ己の力で何とかしろ。何？己の力で何とかしろと言われて。トラと勝負する。トラと話し合う。食べ物で釣る。食べ物で釣ろう。釣る。心の中の声じゃなかったのかよ、ダダ漏れかよ。あ、いい考えですね。お、分かってくれるか、陽太郎。トラ、おいで。なんだ、ヤブから棒に。大獣を探すのを手伝ってくれたら特別にケーキを焼いてあげる。おお、なんだお前、パティシエか。陽太郎、イケメンでパティシエとも反則だぞ。ケーキ？いいな、俺の分もちょうだい。そう、大好物の甘い蜂蜜ホットケーキ食べたい？食べたい。食いたい。それじゃ手伝って。食い物で釣るとは卑怯だぞ。釣られるんかい。おまけにまたニラを甘やかして。我が甘いもの好きでもこればかりは。好きなんだろう。ケーキは二人で作る。それなら甘やかしてないよな。そうだそうだ、私も手伝うよ。蜂蜜、うん、たっぷりな。ありがとう、トラ。
ちょろいって言いたい。うわ、ちょろいって言いたいけど、さすがに引き受けてくれた時ぐらいはありがとうって言おう。お前のためではない、ケーキのためだ。くそ、言って損したぜ。ちょろいって言えばよかった。獣は夜を好む。大獣を探すなら夜がいいだろう。はい。ニラ、お前も来い。明日から3人で大獣探しだ。はい。大丈夫かな、また倒れたりしない？もう陽太郎ったら、私のこと心配しすぎよ。甘やかすな陽太郎。こいつはもう少し心配しろ。自分の身は自分で守る、獣の世界では常識だぞ。まあ留守中に倒れられるよりはそばにいてもらった方がいいか。くれぐれも無理はしないで、辛くなったら言ってくださいね。優しいわね陽太郎。遠出するなら弁当がいるな、もちろんニラ抜きの。は？ニラ入れるよ、何言ってんの、体にいいんだし。ニラ抜きと言われても他の材料は。じゃあじゃがいも弁当だな、ふかしいもだけだ。そういえば森で何か拾ってなかったか。あ、そうなん。え、じゃがいもとニラしか拾ってなくなかった。そんなことない。なんだこれ、謎の種、何が生えるかわからない種。そんなもん植えたくねえわ。陽太郎に見てもらおう。うん、見てもらおう。これは種、獣が持っていたのか。そうみたいっす。後で見せてください。今見ろよ。何の種か調べてみます。今調べろよ。日記を進めるだって。あ、なんか渡すとかあるよ。何これ、何渡すって。収集品。いや、もうこれ、え、あ、これ今渡すのか。渡す。危ねえ、もしかして渡すの忘れるとこだった。何の種だろう、調べてみますね。お願いします。それにしても随分汚れてるな、まずは綺麗にしないと。我も手伝うぞ。ほら、なんだ、泥まみれじゃないか。こうして水で流して、いやー、種まで流れそう。そんなに勢いよく流したら何も残らないだろう。キャラメルあげるからおとなしくしてて。お、え、なんかキャラメル俺にくれんの。一日一つまで。陽太郎は大変そうだ。そうだね。何これ、手伝う手伝わないって何？何を？じゃ、試しにちょっと手伝ってみますわ。ありがとうございます。それじゃあ一緒に調べましょう。あ、種を調べるのを一緒に手伝うってことだったんだ。これはトマトですね。トマトか。俺トマトそんなに好きじゃないんだよな。トマトは医者いらずと言われるほど栄養満点で体にいいんですよ。そうなんだ。大切に育てます。必要になったら言ってくださいね。はーい。やったぜ。大獣探しをすることになった夜、一人縁側で考え事をしている陽太郎を見つけた。飲みやすくするならもっと煮込んで辛みを消して。お、料理の研究。あ、でもそれだとニラの栄養がなくなるか。もうニラって言われると、え、私のことって思っちゃうよ。そうだね、ニラの栄養はなくさないで。難しいな。難しいか。触れる。あれ？そうよ、私がすく子よ。どうしました？こんな夜更けに。いや、もうぼちぼちこの動画第1回目はもう終えようと思ってるんだけど、どこで切り上げていいのか迷っているうちにここまで来てしまったわ。俺は今配達用に新しいレシピを考えていたんです。配達？あ、食べ物をなんかそう調理してお弁当屋さんみたいなことか。そうだったんだよ太郎。じゃあ案外パティシエっていうのもそう遠からずじゃん。コックさんってことじゃん。やるじゃん。同じものばかりじゃみんなも飽きるし、旬の食材も使いたいし。うん。でもいい案が浮かばなくて、自分で考えるって難しいですね。じゃあ私が一緒に考えてやんよ。小さい頃、母が俺のためにいろんな料理を作ってくれたんです。あ、全部俺の好みに合わせて。今考えるとすごいなって思います。そうだね。あなたも料理上手ですよね。そうよ。今日のスープもバッチリでした。わざと材料一個ずつ減らして時間短縮したんだからね。もっと褒めていいのよ。村のみんなもきっと喜びます。明日の配達が楽しみです。あれうちらの昼飯じゃなかったんだ。明日届けるみんなのスープだったんだ。
ちょっと待って、時間短縮のために材料一個ずつケチっちゃったけど、大丈夫ですかね？問題あるかもしんない、もしかしたら。うん、いまいちかもって言われちゃうかも。そしたらごめんね。陽太郎は明日も配達に行くようだけど、なぜ配達に行くの？なぜ配達を始めたの？まあなぜ配達を始めたのでいいんじゃん。1年前、トラに出会ったのがきっかけですね。うん？薬は絶対に飲まないって言うから、毎日食事を工夫して。うん。その時、配達を思いついたんです。やってみたら、予想以上に好評でした。ちょっと話が見えてこないんですけど、どういうこと？薬嫌いな人が近所にいっぱいいたってこと？トラに会えてよかった。自分ができることに気づけたから。はあ。俺にとってトラは、年の離れた弟みたいな感じですね。うん。生意気なことも言いますけど、懲りずに仲良くしてやってください。しょうがないわね。いいわよ。陽太郎がそう言うんだったら。なぜ配達に行くの？結局どっちも聞くんかい。村のみんなに元気でいてほしいから、ですね。どういうこと？漢方料理的なノリなのか？健康食材的なノリで？実は、村にもあなたと同じように、獣に疲れた人がいるんです。ああ、なるほど。獣付きになりにくい。そうかそうかそうか。両親が獣付きになっちゃって、亡くなっちゃってるっぽいから、村のみんなはそういうことにならないように、獣に疲れにくいような料理を配達してるのか。そういうことか。いいやつだな、お前。俺の両親も、獣付きでした。うん、さっき聞いたよ。両親を亡くして、村長に引き取られた後、村のみんなには本当にお世話になりました。ほう。15で独り立ちするまで、みんなが俺を育ててくれた。感謝しています。今何歳なんだろう。20歳いってないぐらいかな。18、19くらいですかね。医食同源という言葉があるでしょ。病を防ぐには、食事が大事なんですよ。陽太郎、お前、頭いいな。医食同源とか普通に出てこないんだけど、会話で。やるな。配達をすることで、みんなに少しでも恩返しができたら。おう。少しでも、みんなが元気でいてくれたら。それだけで、俺は幸せです。お前、イケメンでイケボで、シェフでパティシエで、心優しいってもう火の打ちどころがないね。もちろんあなたも、ですよ。大獣探し、一緒に頑張りましょうね。オッケー、頑張ろうぜ。さて、そろそろ寝てください。夜更かしは、体に毒ですよ。はーい。俺はレシピの続きを考え。今お腹が鳴った？うわぁ、恥ずかしい。そうだ、あなたも食べますか？食べようぜ、塩むすび食べようぜ。あ、違った、キャラメルだった。トラには内緒ですよ。小腹が空いた時にキャラメル食うか？まあいっか。疲れた時はやっぱり甘いものですよね。こんなに桜が綺麗なら花見団子を作ればよかったな。そんなのも作れんだ。俺みたらし団子も好きだよ。花見団子って何？あの三色団子のやつ、あれも好き。味はよくわかんないけど。毎年村で花見をするんです。お、あなたはしたことはありますか？花見自体はしたことあるよ。花見をしたことは、まあ、あるね。楽しいですよね。そうだね。みんなでごちそうを食べて大騒ぎして。まあでも今このご時世、花見はしばらくしてないですけど。そういえばトラはしたことないって言ってたな。まあでもいいんじゃない。しょっちゅう見てるだろ、こんな近所に立派な桜があれば。獣が増えたせいで今年の花見は中止になったしな。そっちの世界でもそういうご時世か。今度一緒にやりましょうか、花見。いいよ。その時は花見団子作りますから、楽しみにしててくださいね。やったぜ。いっぱい作ってほしい。あのお月見とかでよくあるあのデデ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 って三角にブルルルって持ってほしい。夜更かしすると特別な日記が読めます。夜更かしは季節限定で購入できます。あー、これ有料なのか。課金要素ね。でも今はこれ見れんの？特別に。
あー違う、見れないわ。490円します。残念。うわー、この花見団子3色のこれうまそうなやつ490円するわ。マジか、お前。金取んのかよ。こんなに親密になって話しといて金取んのかよ。オッケー、わかった。もういいや。出てねえの、これ。就寝か。おやすみ。昼間、課金しないで寝るってことになったら、ボイスなくなっちゃった。昼間に布団干しておきました。きっといい匂いがしますよ。そうっすか。おやすみー。あら、今日もイケメンね。眠そうね、陽太郎。あ、おはようございます。あ、はい。陽太郎、おはよう。つく子よ。おはよう、トラ。今朝は早起きだな。8時。あ、そっか。そういえば昨日遅くまで寝てたんだっけ。今夜から大獣を探すのだろう。朝飯抜きでは夜まで持たんからな。おお。何やら甘くていい匂いがするな。なんだろう。新しいレシピを試してみたんだ。二人とも味見してくれる？合ってんだ。味見するする野菜汁これから甘い匂いがすんの？どんだけ料理上手なんだよ。陽太郎の特製野菜汁、褒めるとしたら栄養価かな。美味しくはないの？なんだこれは。いい匂いがするっつったじゃねえかよお前。需要のある野菜を煮詰めた野菜汁だよ野菜汁だよでイケボで言われてもな。体の疲れも吹き飛ぶはず。二人とも飲んでみて。おい、どうする飲むしかねえだろお前。こんなキラキラしたイケメンに言われたらよお先にどうぞえ、遠慮するな。一緒にいただこうではないか。お先にどうぞいいか、せーので飲むぞ。オッケー、わかった。せーの。ごく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 一気にいったな。すくこ、蜂蜜のような甘い味がする。あ、やっぱ味付け上手にいってるんだ。やるじゃん。どうだった？美味しかったんじゃん。味はともかく見た目はどうにかならんのか。ああ、まあ味は良かったんだね。前に雑誌で見たカフェにあるような洒落た料理がいいな。ああ、カフェのと言われても行ったことないからな。どんなものか分かります？そうね、カフェにあるような料理。お、もうこれ教えてあげたってことかな。葉野菜ポタージュ、一時的に素早さを強化する。これなんて読むの、これ。実野菜でいいのかな。実野菜ジュース、体力を回復する。何か思いつきました？なんか急に二つ急に思いついたけどなぜだか知らないけど。よければ俺の代わりに作ってみてもらえませんか？いいわよ、陽太郎がそう言うなら作って差し上げてもよろしくてよ。普段と違う料理が食べられれば村のみんなも喜んでくれると思います。そうね、村のためね。しょうがないわね。どうせ夜まで暇だろ、宿代代わりに働け。我は優しいからな、味見は手伝ってやる。よし、じゃあおめえの分だけクソまずく作ってやるぜ。食べたいなら素直にそう言えばいいのにうるさい。できたらカゴに入れておけ。夜に持っていく。ん？昼は料理作り、夜は大きいもの探し。しっかり励みよ、ニラ。しょうがねえな。よろしくお願いします。辛い時は無理せず休んでくださいね。はーい。昼と夕方は俺もここにいるから一緒に休憩しましょう。はーい。よし、レシピを手に入れたぞ。というわけで今回はここら辺にしとこうと思います。なんかちょっと面白いしイケメンだし、うん、なんかいい感じなんで続けてみようかな。じゃあ次回に続きます。次回はどうするんだろう。これ何すればいいのかさっぱりまだ分かんないんだけど、ちょっとこれ虫眼鏡で見てみる。あ、触ったらこっち気づいた。どうしました？え、あ、どうもしてないっす。呼んだだけはい、何でしょう。呼んだだけムカつく返された
オッケー。じゃあなんかもうイケメンに見られすぎてなんか照れてきちゃったんで、今回これで終わりにします。続きはまた今度。それじゃあまたね、バイバイ。